ございます。今日は初シーバスの狙いに。まだ釣ったことないの？まだ釣ったことないんですよ。これがかけたことすらないんで。これはね、はい、シーバス童貞を卒業するチャンスです、ね、一大プロジェクトを撮影できるかもしれないということでお願いします。はい、とりあえず船長の言うこと聞いて、はい、用法用量を守ってちゃんとやれば釣れるはずなんで。わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。荷物濡れたら困るの、この中。うわ、なんかシコッティがある。やっちゃったからな、船長。シコッティしちゃう。何してもね、まだ初めてだからね。なったことないでしょ。あります、あります。なったことない。ハゼ釣りで生後釣ったことはありますか。生後でしょ。ここの出港の時のこの太陽がいいんですよね、この港と。最近リザーバーしか行ってないから癒されますね。もう北斗の拳、世紀末仕様。これ、まことばるついにジードに入ったんですか、ね、19XX 年、地球は核の炎に飲み込まれた。だがしかし周りなんもないのか、水田でけえな、でけえな、これめっちゃでえやん。はいはい、あ、でけえタモしかねえ。いい、後ろ通るよ。はい、あ、おっしゃ、いる。釣ってない人いんの、まだ。釣りをまだ始められてない。いや、今日すごい。ただこれがいきなりパタッと投げられたら今のうちに釣っといた。ピッチとかしない方がいい。巻き切ってる。まだ潮止まりっすかね。いや、押されてんのか。沖に出ちゃう。緩めのいいなんだね。出た。ドッカーンって感じますか。どうだろうね。完全にイワシ食ってっから、こういうのじゃないですかね。いやでも可能性はある。竿大丈夫これ。何がここで大丈夫。うん、じゃあやめます。いやなくはないと思うよ、朝だし。朝効果を狙ってか。でもとはいえちょっと釣んないと後で空気悪くなっちゃいますからね。お前が釣れないのとか、なんとか思わない。お、でかいでかい。取ろうか、取ろうか。よし、イエーイ。フリップ短いから結構ひっくり返されそう。あそこにさ、潮目が差してっからさ、あっち、はい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 、あ、もう、あ、まあ、まあ、今の角度ちょいちょいちょいこっちぐらいかな。多分こんぐらいの角度だと思う。あ、はい。カモンカモン。
よっしゃ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 。さあ来たぞ。初シーバス。タモ行っとく？タモお願いしちゃおうか。行きます。イエーイ。ありがとうございます。そこら辺の道具適当に使って。わかりました。初シーバス。行くぜ。ありがとうございます。はい。さよなら。初シーバス。やったー。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。どうすか、初シーバスの感想は。いや、すげえ効くんですね、シーバス中佐から。ガンガン行きましょう。ありがとうございます。さてさて。お、鳥だ。よっしゃ。お、食った食った。さあ、魚の群れに突入ですか。投げろ投げろ、今チャンスだぞ。わかりました。そうでもない。あ、でも抜くのは無理だな。あ、取れました取れました。よっしゃ、アラさん来たー。アラさんも来ましたね。お、どうですか。え、良さそう。ネッティングですか。やばい、俺だけ坊主になった。こっからだよ。こっからどこまで耐えられるかな。ナイスナイス、でかい。でけー。さあさあ行きますよ、どんどん。やばい、これ俺昼ぐらいまで坊主のパターンかな。むしろ終日坊主のパターンかもしれないな。でもその時にはもう時すでに遅しパターン。朝ちゃんとやっとけばっていう。なんかどっか出勤して工夫ですね。ちょっとバックするやついます。あ、入った入った。よくテレビで見る UFO の団体ってあんな感じなの。このテレビは見たことない。なんか最近もう UFO の群れが映る。 UFO の群れって言うよね、よくね。よっしゃ、来たー。おー、でかいでかいでかい。追ってる追ってる。誰かでかいの。あ、これちょっとデカタモで。2匹目、2匹目。はい、2匹目取れたー。いや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 、ありがとうございます。ええ、2匹目サイズアップですね。サイズアップ、ありがとうございます。 Thank you。 さあさあさあ、どんどん投げて投げて。巻物練習になるよね。なりますね。なんかこれで。おっしゃー、レッチャーレッチャー、3匹目3匹目3匹。お、タモだなタモだな、そのサイズ。またもうタモとかやってもらえるように。5匹目までだから。わしわし、よっしゃーい。それがGルーミス。
これが、ノースフォーク。あ、ノースフォーク、全然違う。ジールーミスの社長が作った会社ね。あ、そうです。ちょっと待ってくださいね。ウルトラでかい。当たりをもらって、早く。どうかな。いや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 、一応ありそう、スタンバイ。黒川さんの船の形に竿が曲がるっていうのまで俺やったことない。あ、でかい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 、力強いファイトです。えい、ぶっとい、ナイスぶっとい、えい。あ、これ、これ、いい、いいサイズじゃないですか。ナイスナイスナイス、いるぞ、周平くん。ライザーベイトさんをこのツレツレ時間に試してみよう。周平くん、ここの書いてある文字よく読むと治るよ。いや、絶対やばいやつじゃないですか。あの、よう、こう見て一撃でダメなやつ。あ、これやべ、返し。この現場で返し潰す作業とかやると船酔い弱い人とかは一気に持ってかれるから、家、お家で使いそうなルアーはちゃんと。いや、コンプライアンス違反になるんで。あの、キラキラキラ。ガチの周平ファンの人にマジでマジで嫌われると思って、そういうことすると。返してくれ。やべえ、カミルアだ。すげえ、いい曲がり。大きい？いや、そんなそうでもないですね。まあでも大切に、寝起きの一発目。元気。お、来るよ、さ。おお、出た。二匹だった。ああ、抜けた。抜けた。どんまい。ごめんなさい。どんまい。やってしまいました。スーさん、かけろかけろ。釣ったようなもんじゃん。おーい。おーい。やべー。やっぱ結構高速巻きだな、原さんの。原さんが入れ食いになりだした。変な位置に巻かれちゃう。よし、いきます。ありがとう。作っちゃいますか。よいしょ。余裕だね。原さんの原さん劇場始まっちゃったよ。このルアーを1000円で貸してやるぞ。貸してくれるんだ。売ってくれるんじゃやつじゃないんだ。最後返せよ。売り値高い、もっと高いやつじゃない。なくしたら3000円なっていう。なくしたら車燃やす。今あれじゃないと釣れないからね。そう、今あれタイミングだね。お、ルアーだと思ってる。そんなことないっす。貸してやるぞ。そんなことないっす。ルアー、ルアー、つけろつけろ。でもそれトラフグ釣れないんですもん、そのルアー。トラフグ大会。トラフグトーナメント。誰かしかまだ経営できない。おい。誰か使う人いいよ。あ、原さんが貸し出し。当たり針は。使った方がいい、あのバイク。え、これと一緒じゃないですか。いや、ちょっと違う。こっちの方がちょっと軽い。腕の限界に10頭で嫌になる。これ原さんのやつ、これ。出ました。こっち。おっしゃ。イワシが。おお。口で食ってんじゃん。スーさん、餌餌。イワシが釣れましたよ。それ食ってんだな、やっぱちっちゃいね。ちっちゃいですね、かなり。マイクロベイトだ。普通イワシ？これどっちのイワシか分かんないです。これどっちですか？これ片口じゃん。片口。片口だよ。
美味しいんだよね。あ、すげえ。え？食ったんですか？え？ビート？ビートだ。ハッピーが。じゃああと5投ずつやりましょう。そうですね。あと5投で終わりましょう。今すいません、ショートしたんでもう一丁いいですか。ちょっと あれえ、俺そんなこと言ってないですよ。五時までやろうぜって言っただけですよ、俺は。金なら払うから五時までやろうぜの間違いじゃないですか。やっと肩が温まってきたのに。ないか。ここで粘ったからどうって感じでもないっすよね。これガラッともう。三時過ぎたらある。石の入り方ね。はい。絶対塩は間違いないですもんね今日。じゃあ旧江戸河口でおかっぱり延長戦。美味しいですよ。じゃあ締めの一投して終わります。はい、じゃあ、はい、正面に行きますわ。締めの一投。こっからドラッキングっすよね。誰かがかけたのサポート、サポート役としてあの待ってお願いします。そういうことも必要ですね。常にずらして、どうしました。じゃあもうやめます。肩が投げろって言ってるんですよ。まだシーズン中だからね。冷やせないそう。最近ライトリガーとして頑張ってたから。食欲に。だ。おかしいですね。あ、楽しかった。チーズ。すいません遅くまで。今日結構お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めてのシーバスね、取れたけど、はい、どうでしたか。いや、非常に。まあ、なんかバスに比べて引きが強いのかな、うん、か手前で走ったりとか。ナイスでしたね、ファイトは。いやー、ありがとうございます、本当に。じゃあまた新バスに来てくれるかな。いいとも。